突然止まったらどうします？怖い。これはそこで本物そっくりのエレベーターを作成。一体このエレベーターで何が起こるのか。よろしくお願いします。最初のターゲットは加賀美聖。他になりますので、はい、エレベーターの何も疑わずエレベーターに乗り込むようだ。すごい。じゃあ上先行っててすぐ行くから。すいません。加賀美、このエレベーターでドッキリへご招待しよう。ダメ。これは怖い。怖い怖い。これは怖い。これは怖い。何も見えない。やだやだ。え、ハナちゃん、ナナちゃん、これ怖いよ。怖い。これ泣かないの？やめて。そうか、真っ暗で分かれへんやん、ボタンも。探してんの、ボタンを。どこ探してんの、どこだろう。藤井隆登場。あ、藤井君。やったやった。怖い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 。なんで藤井。なんで藤井。違うよ、あなたハッハーの人じゃないですか。三浦マイルドです。三浦マイルドさん、どうも。知ってますか？全然マイルドじゃない。ハーハー。そう、このエレベーターは恐怖のエレベーター。メイクだけで落ち武者になれる芸人三浦マイルドが仕掛け人となり、恐怖の世界へと落とし入れ。これはすごい敵役よ。絶叫恐怖のエレベーター。続いてのターゲットはノンスタイル石田明。本番に上がっていただいて、調査します。石田よ、恐怖のエレベーターへようこそ。怖いわ。すげえおどおどしてる。ちょっと、すいません。いや怖い。もうトーニー。はい。はい。はい。ここで落ち武者マイルドが石田の元へ。
チをかけるんだ。言ってみろ、マイルドと高橋だって言ってみろ。マイルドと高橋だ。そう、マイルドと高橋だ。マイルドと高橋だ。ちょっとこれ怖すぎるぞ、ちょっと。これは絶対ダメなやつです、これ。泣かないで、泣かないで。マイルドと高橋だから大丈夫。もう大丈夫。マイルドと高橋、ね。ね、大丈夫ね、マイルドさん。ほらくなって出てきて、ほらくなって怖かった。あれ怖かった。あれ怖かった。続いてのターゲットは長野美里。全国のテレビのお天気コーナーを担当しているキャスター。何を出すか決めてくださいね。予報からお伝えします。今日のエレベーター予報。笑顔のち涙雨。ところにより大絶叫といったところだろう。はい、ごめんなさい。了解です。すみません。長野、恐怖のエレベーターへようこそ。大丈夫ですか中野さん。今のお気持ちどうですか。ちょっとよくわからない。わからないですよね。しまず大丈夫ですか。腰抜けちゃうんだ。じゃあ、経過しましょうか。相手のターゲットは小籔和子。小籔どうなんねん。想像つけへん。はい、いただいて。小籔よ、恐怖のエレベーターへようこそ。どうぞですかね、小籔は。冷静。小籔やな。すみません。すみません。ゴーグ。すみません。すごい。あ、冷静な小籔のもとへ落ち武者マイルドがスタンバイ。
今日なんなんめっちゃびっくりしたわお前落ちましたよ何もちょっとめっちゃ落ち着いてたね。あ、そうですか。いやもう母親にあのピンチの時こそ落ち着けって言われて俺が座ってたからよかったけど立ってたらダメそうです。続いてのターゲットはマギ。出たマギ。出たマギちゃん。誤解をして見上がってていただくスをかけます。はい、よろしくお願いします。マギ、恐怖のエレベーターへようこそ。うわ、ハリウッド映画みたいな。ね、本当映画みたいだね。うわ、なに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 。怖いよこれ。絶叫。マギーに追い打ちをかける。本当こうなんだね。すごい。大丈夫ですか？マギちゃん大丈夫ですか？マギちゃん大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃないよね。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。何これ。怖すぎて手がすごい濡れてる。